どうも、夫婦の時間、秋代です。みんな、やってる？さあ、ということで、今回はですね、昨日ね、先輩の芸人であるグランジというトリオの佐藤大さん、椿鬼奴さんの旦那さんですね。大さんも奴さんにも、よくお酒飲みに連れて行ってもらってましてね、家族で、息子も込みでご飯連れて行ってくれたりとか、家族ぐるみでお世話になってるんですけれども、その大さんから連絡がありまして、どうやら釣りに行っていたということで、アジが結構釣れたから、お裾分けでどうぞということで、昨日の夜、アジを、もらってきました。ということで、今日はですね、早速そのアジを、アジフライにして、いっぱいやりたいなということでございます。よろしくお願いします。さあ、それでは、早速アジフライでいっぱいやっていきたいと思います。まずはお酒ですね。今日はハイボールにしましょうね。揚げ物にはね、やっぱビールももちろん合いますけど、ハイボールも合う、ね、ということでハイボールセットをご用意いたしました。はいね、氷とね、これは角瓶、とはいえ中身はトリスでございます。はい、はい、そしてこれはね、レモン風味の強炭酸と。レモンもね、ちょっと入れたら美味しいんですけど、一応ねこういうのはあるんですけれども、まあまあ今はもう便利な世の中でこういうの売ってますから、まあ、これで割ってちょっとレモン風味を楽しみつつということでございます。じゃあちょっとまずは作っていきましょうかね。なんかハイボールもね、各のね、ジョッキっていうんですか、ちょっと小ぶりなジョッキあるじゃないですか。あれでね、お店とかやったら出てきますけど、あのグラスってどこに売ってるんですかね。ね、あれ欲しいんですけどね、なかなか売ってないんですよね、あれ。こんなもんですか、僕は。うん、ちょっと濃いかな、ぐらい。なんか正しい作り方もありそうですけどね、ハイボールもね、まあ、とりあえず僕はもう雑にウイスキー入れて炭酸を流し込んで、はい、それでもうただただ。そしてすいません、マドラーがうちないんですよ。ということで、お箸で混ぜさせていただきます。申し訳ございません、行儀悪くてね。はい、アジフライの前に一口いただきます。最高にうまいね。もう冷凍庫でこれもね、瓶に入れて、まあ、中身トリスですけど、ギャンギャンに凍らせてましたから、よう冷えております。やっぱハイボールもうまいね。うん、いや、そう、アジフライですから。じゃん、どうでしょうかね。ダイさんがね、頭取って内臓も取って鱗も剥いでくれてる状態で渡してくれたんですよ。下処理してね。で、三枚におろすか開いてる状態にするか。で、僕ね、魚さばいたことがほぼほぼなくて、普段ね、料理は僕がやってるんですよ。僕がやってるんですけど、ここかな。指切りました。慣れへんことするもんじゃないですね。ということで、ちょっと怪我しながらも、アジフライ三枚におろして、まあ、だから形状で言うとこういう形ですね。こういう形になりまして。そしてなんですけど、作ってる時の動画をね、あまりにも夢中に作りすぎて撮っておりませんでした。フライしてるとこの動画のね、一つでもちょっと撮っときゃよかったんですけど、申し訳ございません。何かけて食うかですよね。まあ、やっぱベタにソースかな。ソース。オリバーソース。これかけましょう。一個。まずはね。じゃあ、いただきます。ん？うん、抜群。言うてもこれ昨日釣ってきたやつですから、刺身でも食べれる味、ふわふわよ。お店とかでね、まあ変な言い方ですけど、ん？これな、どこに魚あんねんとか、なんか骨ばっかりあって、衣のもうバリバリしかないやん、みたいなの多いですけど、肉厚で、いや、俺も、ほぼほぼ魚さばくの初めてだけど、よくこんなに三枚おろし綺麗にできましたよ。音聞こえました？そして。
聞こえてるかなこれ。うん、これハイボールでよかったね。正解でした。これはうまい、止まらんね。アジフライもね、醤油派かソース派かとかね、タルタルかける人とかもおるし、塩でいく人もおるんかな、アジフライ。いやこれはほんと、ダイさんありがとう、ありがとうございます。ほんとにうまい。うん、やっぱなんじゃかんじゃでね、カロリーが高いだなんだ言いますけど、揚げ物はうまいね。うん、揚げ物なんか全部合うね、酒にね。腹ペコペコやったらご飯とも行きたいしね、なんやったら。でもまあもう夜ですからね、やっぱ晩酌ですよね。おいしい。次何でいこうかな。な、あのね、タルタルソースはないんですけど、マヨネーズね、マヨネーズと業務スーパーで買ったタラコマヨネーズ、タラコマヨネーズいってみようか。ちょっとなんかタルタルじゃないけど、マヨネーズよりはなんかタルタルに近い気するよね。さあじゃあいただきましょう、タラコマヨネーズ。合わんわけないね。合いますよそら。うん、非常に美味しい。そしてこのこってりしますからね、余計ハイボールが合う。これはちょっと行き過ぎちゃうな。これはちょっと飲み過ぎちゃいますね。ミキも食べるでしょ。一口骨が気になるんや。そんなないよマジで。あってもでっかいやつ。あのね、ミキはね、うなぎも嫌いなんですって。っていうのは味はめっちゃ好きなのに、その小骨でいやらしいんですよ。小骨なんかそんな気になります？うなぎってみんなの見えない骨も見えてる、うん、幻覚っていうのそれ。みんな見えてへんねんからさ。次な、お醤油かなんかでいこうかな。ちょっと薄かったな、すいません。濃いめでハイボール、濃いめですみません注文させてください。うん、濃い。明太マヨに醤油いんちゃいます？タルタルソースに普通のソースかけるのも好きなんですよ、ダブルで。これちょっといきますね、ちょろっと醤油いきの明太マヨ追加ね、ドン。これはうまいでしょ。腹立ちましたね、うますぎて。醤油と明太マヨネーズめちゃくちゃ合う。そら合うか、合わんわけないもんね。これはうまい。骨せんべい、これも一緒に作ったんですよ。こちらでございます、骨せんべい。一応今ここに3つ用意しましたけど、こんな形であるとかね。はい。これなんか見てくださいよ、身がめっちゃついてます。いかに下手くそかわかりますよね。綺麗にそげてないんですよ、だから骨が。ただまあ嬉しいよね。ちょっと身ついてたら。身ついてんのいきますか、じゃあ。骨せんべい。バリッバリに揚げました。片栗粉つけてね。いただきます。ん？バリッバリってね。これはね、昔ね、新宿にね、ヤマトというね、居酒屋があってね、そこよく同期とね、ほんまお金ないとき、今も別にあるわけじゃないですけど、ほんま生ビール180円とかね、もう昔からあって、ほんまもう15年ぐらい前の話ですよ。アジのなめろうを頼むとね、身を外された骨と頭だけがね、
飾りでこう置いてくれてるんですよ。で、すいません、これをあげてくれませんかと。骨と頭だけになった味を。それあげてもらってバリバリ食う。これを思い出しましたね、これ食べたら。それタダでやってくれるんですよ。なんだったら俺、アジのその、叩き、なめろ。この、骨せんべいが食いたいから実は頼んでたんじゃないかというぐらい、僕骨せんべいが好きで。身が結構残っちゃってますけど、僕が下手くそなんで。でも美味しい。うん。これ聞こえたでしょ、と。我ながら上出来。この骨せんべい。家でもこんな美味しくできるもんないな。みきょ食べてみる。これだったら骨関係ないよ。うん。だってもう お菓子やから。ほら。あ、ほんとだ。ね。美味しいじゃん。美味しいでしょ。うん。カルシウム満点やしね。もうこれで2、3週間僕怒ることないですよ。もうこんだけカルシウム取ったら。これは美味しい。で、何ですかね。この、骨せんべいって、お箸じゃなくて手で行きたくなるよね。何なんだろう。お箸あるのに、手でね、行きたくなる。この骨せんべいにもまた合う。むちゃくちゃ合う。うん。カルシウムたっぷり、最高のおつまみ。これはね、軽くお塩だけ振ってます。いやー、飲みすぎちゃうな、これは。アジ一匹でやっぱ、うん、何回も楽しませてくれますね。うん。うまい。さあ、ということで、アジフライ、そして骨せんべいを自分で作ってやってみました。本当にお裾分けしていただいた大さん、ありがとうございました。いや、非常に美味しかったです。本当にね、一個残念なのは、僕が無心で作ってたがゆえに何も取ってなくて。まただから、ちょっと僕がつまみ作って、それで飲むみたいな一連もなんかちょっと出していけたらなと、僕が作ってるところとかね、料理を僕が全部担当してるんで。はい。そういうのをちょっとやっていけたらなと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さよなら。